マービンハートは、アメリカ合衆国、ケンタッキー州出身のプロボクサー、元世界ヘビー級王者、空位の王座を決定戦で獲得したという経緯から、その実力に疑問符が付けられることが多い。しかしタフサには、定評があり、不器用なボクシングながらも判定に持ち込むスタイルで、同時代の実力者を苦しめた。後に、黒人初の世界王者となるジャック・ジョンソンとも、 直接対決し、これを判定で下している。ジョンソンと戦う、ハート1899年12月12日、プロデビュー。1902年11月10日、後に、ヘビー級王座を争うことになる、ジャック・ルートと初対戦。判定負け。1902年11月19日、フィラデルフィア・ジャック・オブライエンと対戦。無判定試合1903年5月5日。 フィラデルフィア・ジャック・オブライエンと再戦。無判定試合1903年11月16日、ジョー・コインスキーと対戦。無判定試合1904年4月20日、ガスルーリンと対戦。無判定試合1904年5月20日、ガスルーリンと再戦。ドロー。1905年3月28日、ジャック・ジョンソンと対戦。当時王座に、 最も近い白人と黒人の対決と注目を集める中、両者は20回を戦い抜き、ハートが判定勝利を収めた。レフェリーを務めたアレック・グレゲインズは、試合におけるハートの積極性とボディへの有効だを評価したと語った。なお、ジョンソンは引退後、ハートについて対戦した中で最高にタフな男の一人だったと語っている。1905年7月3日、 空位の世界ヘビー級王座をめぐって、ジャック・ルートと決定戦を行う。リフェリーは前チャンピオンのジェームス・ジェイ・ジェフリーズが務めた。ハートは12ラウンド小勝ちを収め、第5代世界ヘビー級王者となった。1906年2月23日、初防衛戦で、トミー・バーンズと対戦。20回判定負け。王座陥落。1910年12月20日、引退。 ありがとうございます。